今日80歳を迎え、このようにして皆さんの祝意を受けることに深く感謝します。今年もあとわずかになりました。喜ばしいこと、心の痛むこと、さまざまなことのあった一年でした。東日本大震災の復興が未だその途上にある中で、今年は大きな台風が大島を襲い、また少なからぬ地方が風水害の被害に苦しみました。このような中で東日本の被災地には厳しい冬が訪れようとしています。私どもはこれからも被災者のことを思いつつ、国民皆の幸せを願って過ごしていくつもりです。来たる年が皆さんにとり良い年であるよう祈っています。ありがとう。祈りがっぱさーい、祈りがっぱさーい、祈りがっぱさーい、おたしがっぱだ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 い、